こんにちは皆さん。今日は私が普段やっているフェイシャルマッサージとあとクレンジングの紹介をしたいんですけども、その前に今日のビデオはジュエリーカンパニーのアナルイサさんとコラボレーションさせていただいてます。なのでビデオの一番初めの方で私が今日つけているアクセサリーの紹介を少しさせてください。アナルイサさんとは一度一緒にお仕事させていただいたんですけれども、私が心からサポートしたくって大好きな会社なんですね。アナルイサさんたちからも気に入っていただいて、今回1年間でお仕事させていただくことになりました。で、私がプロモーションしている間1年間は私のクーポンコードがあるんですけれども、これ有効なので、今日ビデオを見てなんかちょっと気に入ったとか、まあ、気になるとか、まあ、気にならないやっていうのもいいんだけども、もし買うっていう、方向になった場合は私のクーポンコードが、使えるので、ぜひそちらを使ってお安く、ショッピングしてください。今回初めてこのビデオを見る方に、短くこちらの会社の説明をさせていただきます。ですね、アナルイサさんの会社はサステイナブルにとてもフォーカスをしている会社です。ですね、今の時代ですよ買い物をするってなった時に、例えばですよ、例えばフォーエバー21で9ドルの T シャツを買ったとしますね。で、それは9ドルの T シャツ買うじゃないですか。デザインも可愛いし安いしって言って買うんだけども、寿命が長いかって言ったらそうじゃないですよね。結構洗ってヨレヨレするのが早くなっちゃったりとかね、物によってはもう1回洗ってなんかすっごい買った時と全然形が違うとか、そういう経験長くないですかっていうのとか、あとその9ドルをその服を買うことによって払うっていうのは、その会社に投資をしているっていうことになるんですよ。そう考えた時にですね、これからの時代そういうやっぱりサステイナブルにフォーカスをしている会社に投資していくっていうのが、長い目で見た時に自分たちのためになってくるわけなんですよ。地球のためになってるんで。なので私はとてもそうだな、子供が生まれてからそういうことをものすごく考えるようになって、この会社に投資したいか、とか、なんか食料品買いに行くにも食料品買いに行くにもスーパーで、私はあんまりこの会社好きじゃないから買わないとか、やっぱり結構あるし、それほどやっぱり今の時代物もそうなんだけど、その裏の会社のことを知るっていうのもものすごく大事だと思っていて、特に私は母親だから、そういうところ結構、まあ子供が生まれてからですね、結構気にするようになってきました。で、この会社にもっと長くいい商品をどんどん作っていってほしいっていう気持ちで買う、私はそういう考えでいるんですね。なのでアナルイサさんの会社はサステイナブルにすごくフォーカスをしていて、彼らが作っているアクセサリーは全て 100% リサイクルで作られているアクセサリーです。なのでリサイクルから来るジュエリーたちもラクシュリーなジュエリーたちから来ていて、シャネルとかそういうところのジュエリーをレスキューしてリサイクルして、で第2の人生を与えてあげている、とても素敵な会社なんですね。それにプラス私がこの会社についてお話ししたいことはですね、会社はとてもいい考え方を持っている。で、そのさ、とても会社がいい会社なのに、例えば働いている人がすごいガシガシしてて、この日までにビデオあげろよとか、そういう感じのガシガシした会社だと、えって感じじゃないですか。なんかこの会社サステイナブルにフォーカスしてて、すごい地球にいい会社なのに、なんか働いている人はすげえなんかガシガシ系で、みたいな、温度差あるなみたいな、あるじゃないですか。そういうのないんですよ。アナルイサさんの会社の働いてる人みんないい人なんですよね。で、こうなんていうんですか、プレッシャーとかもないし、なんかやっぱりいい会社だから働いてる人にいいエデュケーションしてて、なんかね、それだからこそ働いてる人もゆっくり働いてる感じがするなっていう印象を向けてて、そういうところもすごい好きで、なんか社員にとても優しい会社っていう感じでとても好きです。で、最後の最後に、
デザインですよね。結構頻繁に新しい商品を、新しいデザインを出してくれて、新しい商品を、販売してくれてるんですけれども、デザインが私はとてもすごく可愛くって気に入っています。なので今日は、私が3つ今回いただいたんですけども、そのネックレスを、見せていこうと思います。これもアナリサさんなんですよ。前回いただいたものなんだけど、もうずっとつけてます。なんか子供がこう、なんていうんですか、掴む心配もないし、なんかつけてる感じがしない、もう肌の一部みたいな感じだし、邪魔にならないし、まあ、そんな感じでずっとつけているイヤリング、かわいいしね。で、まずですね、一番上からいって、このネックレスなんですけど、今流行っているデザインになるのかな、ペーパークリップネックレスとか呼ばれてたりもするんだけども、超可愛くないですか。この長さと太さとこのデザインと、なんかもうって感じでしょ。しかもこれ1個だけでつけられるでしょ。 T シャツ1枚にこれトンとつけて、なんかもういい感じじゃんか。1個だけでいいじゃん。しかもこれ反対にする、反対、このさっきのフックの場所を後ろにつけるとこういうデザインなんですよ。結構、そしたら結構シンプルな感じじゃんって感じじゃないですか。そう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 、だから私はとても気に入っています。超可愛い、重ね付けにもすごい合うし、超可愛いです。で、次のがこのハートですね。ここの、2つ目のがハートのやつで、可愛いでしょ、すごい可愛いでしょ。ハートはなんだかんだ何のネックレスとも相性が合う、合わせやすいっていうんで、私重ね付け好きだから、それでこのハートのをいただいたんだけども、このネックレスの特徴はこのチェーンが、これのデザインよりちょっと細めなんだけど、ちょっと似た感じの、そのペーパークリップネックレスって呼ばれる感じのデザインで、結構チャンキーな感じで、あと長さも調節できるんで、これとあとこの長さにまで長くなります。で、次がこれ、このホーンですね。可愛いでしょ。これはもうずっと欲しかったんです、私ずっと欲しくって、で送ってくれたから、やったーと思って、これもすごい重ね付けしやすいし、そのままでも全然可愛いしね、印象を与えてくれるネックレス3つもいただきました、ありがとうございます。なのでアクセサリーが気になった方はぜひ私のディスクリプションボックスのところから、詳細欄の下の方からぜひ飛んでチェックしてみてください。あ、そうだ、サステイナブルのところでね、1個見せたいんですよ。見せたいのがあるの、証拠があるから証拠があるから見せたいの。これ、会社から送られてきた箱なんですよ。これに入れて送ってくれたんだけど、この後ろには私の住所が入ってる、書いてあるのね。だけどさ、こうやって開けるじゃない、なんか前回はなんかブルーの箱に入ってたんだけど、今回は違ったんですよ。こういう感じなので、ここに Smaller packaging, less weight, more love って書かれてるわけ。可愛くない？どういう意味かっていうと、小さいパッケージだけど、無駄なものが少ない分、たくさん愛が詰まってますよって書かれてるわけで、ほら、会社によってはさ、プラスチックの紙で何回も何回もこう、ほら、プラスチックに入っててアクセサリーがみたいなあるじゃないですか。で、プラスチックって今すごい世界ではね、フォーカスされててさ、プラスチックを使わないにしようっていうね、動きがたくさん出ているけど、そういった分で私はすごくなんか、あー、かわいいみたいな。しかもこの箱も 100% リサイクルされたペーパーで作られてますよって書かれてるから、これもこのままね、私はリサイクルできるから、それも素敵だし、アクセサリーが入ってた袋はこれなんだけども、これは可愛いでしょ。なんか旅行に行く時に入れることもできるし、違うものを入れてもいいし、しかもさ、一個一個のアクセサリーにこのタグがついてたわけよね。で、 Your jewelry has been handcrafted to lastWe wish you many happy times together って書かれてるわけ。ハンドクラフトで最後まで作られてますよって。で、一緒に、たくさん幸せな時間を作っていきたいですみたいな感じで書かれてるのね。
可愛くない？なんかさ、この一個一個のさ、気配りだよねがやっぱりちゃんとしっかりフォーカスできている会社だと私は思うので、とてもとてもとても素敵な会社です。それと最後に言い忘れてたけど、1年間の保証付きだから、もし何か壊れたりとか切れたとか言った場合は会社に連絡をすれば1年間以内であればタダで直してくれます。なので皆さん、ぜひこの会社をチェックしてみてください。とってもおすすめです。では私のスキンケアとフェイシャルの方に行きましょう。 OK、 皆さん帰ってきました。これからお化粧落とそうと思うんですけど、今私はお化粧しているから落とすのから始まりますね。でも普段はまあ、すっぴんからスタートすることが多いんで、このステップはまあしてないんだけども、まずお化粧、じゃあ、まあ、とりあえず落としていきます。私が使う商品がこれ、これでお化粧をまず落としていきます。コットンとこれで落としていきます。なんでこの商品を使っているかっていうと、普段まつげエクステンションをつけていることが多いから、これはオイルフリーなんで、それでこれを使ってますが、まあ、コットンで落としていきます。まあ、コットンで落とすときのコツは特にないけど、まあ、なんかこうグって押しながら、もう無理やり引っ張る感じでっていうんではなくって、どっちかっていうとこのコットンとこの子にこの動いてもらう、働いてもらいながら、自分はただこう拭いていくだけっていう感じなんで、こうゴソゴソやったりとかはしないけども、本当にこの、なんていうんですか、取ってこの色残るよね、これがなくなるまで取ってます、まあ、これは皆さん普段自分でやってるじゃんか、だからすごいまあ、そこまで見せるものでもないんだけど、でも私がね、声を大にして言いたいのは、お化粧をさ、こうやって落とすときに全部しっかり落とす。なんか私がメイクのお仕事してる時とか、お客さんで、すっぴんで来てくださいねとか、まあ、お化粧してきてくる人もいるけど、どっちでもいいんだけど、そのお化粧を前日の夜取ってで寝て、まあ、すっぴんで来ましたみたいな。だけども私まず、お化粧する時はお化粧落としで拭いてから始めるんだけども、そうやってお化粧落としで拭いてるときにこうやって拭くと、あ、お化粧残ってんじゃんみたいなっていうの結構あるんですよ、お客さんで。なんで普段自分がこうやってお化粧落としてるときに、自分は落としきってると思ってるけども、結構残っていることが多いんですよ。で、特にね、私みたいにこうやってお化粧が好きで、ファンデーションとかもさ、しっかりのせてね、アイシャドウとかもしっかりのせる人とかは、本当にお化粧落としはお化粧するのと同じぐらい念入りにするのがおすすめです。なんか私が化粧落とししてて、結構お化粧がなくなりづらいところが、この目の下の方なのね。だから、まあ、こういったところはこうやってコットン持ってさ、入れ込んでったりとか、まあ、目には入らないようにしてね。でそれか、綿棒で綺麗にお掃除してあげます。あ、これ OK、イエス、見やすいわ。それでね、私が思うにですね、化粧落としを選ぶときもやっぱりさ、こうやって顔をこすりながら、要は取っていくわけじゃないですか。どれだけ力を入れてないとかゆえど、やっぱりこう拭き取ってるわけですよね。ってなったら、やっぱりこの商品が結構しっかりしてる商品であれば、何回も何回もこうゴソ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 ってやる必要はないわけじゃないですか。例えばこれがすごい弱いかったりとかすると、え、取れない、え、なんでなんでなんでってこうゴワゴワゴワっていくわけじゃない。なんで だから私はこの商品好き。こう本当にこうやって
つけてちょっとこうじわーっとにじませるじゃないですか。でこうやって拭き取ると結構取れてるのね。そうだから、まあ最近はすごい、あのなんだろう、肌にもいいし負担もないし、だけどすごい力が強いっていうの、なんか力が強い化粧落としいっぱいあると思うから、特に日本なんて結構いっぱいあると思うけど、おすすめな商品があればぜひ皆さんコメントの方に書いておいて、シェアしてくださいね。でしっかりとこの生え際、ここね、これからあのクレンジングする時とかもお話ししていくけど、ここの生え際もしっかりお化粧落としたりとか、クレンジングでも掃除してあげないと、ここ気が抜ける場所っていうのかな、なんかやってるようでやってなかったみたいな結構多いから、もう最悪髪の毛ちょっと上の方まで洗うぐらいな感じで、ここら辺ね、ちょっと気をつけてあげてください。 OK、 あとの方とか、とりあえずこれで化粧落としは終わりなんで、これからフェイシャルマッサージの方に行こうと思います。ですね、皆さんフェイシャルマッサージを、フェイシャルマッサージ、私が美容の専門学校に行ったのがなんだかね2年前なんですよ。信じられる？そんな前だった？もう子供産んでるから、その間にやっぱり全然感覚なかったけど2年前なんですよね。で、私の美容の専門学校行った時、髪の毛専門で行ってたんですけど、フェイシャル、エステティシャンももちろん治るわけですよ。時間短いんですよね。でそこで習ったのも含めまして紹介していこうと思います。まず一番初め、例えば一日中生活しててすっぴんでした今日一日ね、でも日焼け止めとか塗っててみたいな、なんかそんな感じ夜ね、で OK 今日フェイシャルしたいなっていう時は、まず一番初め、まあ、私は今化粧落とした状態だけども、使うのがオイルなんですよ。で、どのタイプのオイルでもいいし、それこそ化粧落としを目的としたオイルでもいいし、要はマッサージをしている行く上で顔をね、結構行ったり来たり指でやるわけだから摩擦が起きるわけですよ。でそれを、スムーズにさせるためにオイルなのね。なんでモイスチャライザーとかでもいいんだけども、オイルが一番こう手が滑りやすくってマッサージしやすくって結構上手に流せるものだと思うんで、オイルがおすすめです。で私が使ってるのはこれなんだけど、これはね、トレジャージョーズのバイタミン E オイルブレンドっていうやつです。いくらだったか忘れちゃったけど10ドル以下で買えるオイルです。でオイルだったら本当何でもいいですよ。私がこれの前に使ってたのは、ホホバオイルとかだから、まあ、そういった感じのオイルをぜひ使ってくださいね。したらまずこれを手に出すでしょ、こんぐらいね。でそしたら手になじませて OK で顔に塗っていきます。こういう感じで塗っていきますね。で、私よりものすごい化粧が薄い人、クッションファンデーションでパッとやってマスカラパッ眉毛ヒュッっていう感じの超簡単なメイクであれば、もうこのオイルからのステップで大丈夫だと思います。これも一応化粧落としのお仕事をしているから、マッサージをしながらお化粧落としていくっていう感じなんで、まあ、こんな感じで顔に塗ったじゃないですか。じゃあですね、私がまずやっていくのはちょっとテカってて面白いね。まずやっていくのは、そうだ、この顎から始めてってね、 OK で指でこう押しながら、ここのほうれい線あるじゃないですか、ここをこういう感じで押していきます。 OK
で鼻のところまで来たら今度これをこのチークボーンありますね、ここ高いとこチークボーンじゃん、この下の部分をこうやって押しながら上に持っていって、で首に流す、これでリンパを下の方に流していきます、okay? これを何回も繰り返します。下に流す、ここにはたくさんツボがあるからそこを押していく感覚で、私結構力入れてますよ指先。このマッサージはいつでもできるから、テレビ見ながらとかね、なんか YouTube 見ながらとか何でもいいけど、そうやって見ながら、なんか見ながら、目はインプット何かしながら、手は忙しく動かすみたいな感じでやっていけるから、本当に何だろう、夜暇がある時とかオイルバーッと塗ってマッサージしちゃう感じです。 OK、 そしてここやったじゃんか、そしたら次どうしてるかな、そしたらここかな、もうとりあえず流す流す流すリンパ流す、なんこういう感じで、はあ、気持ちいい、こうやって何回も流します。これ何回もやるのをおすすめします。 OK、 そして流す。で今日いっぱいネックレスつけてるからなんだけど、ここのデコルテまでこうやってグッて持ってくるのが理想的です。グッてね。でしたら次、このまま、なんかさ高校生の時に流行ったんだけど、100均だったかな、あれなんかローラーみたいなのが売ってて、で友達が常にここをこうやってね、こうやって押すやつがあるわけよ、ぐるぐるぐるってローラーするやつ、こうやってるのをこれやってると思い出すんだけど、これもこの流してるのと一緒で、骨でこう押して流して押して流して、このここら辺を使ってね流していきます。もう何回も何回も、でもこうやってやってるとここがだんだんすごい暖かくなってくるんですよ。リンパが流れてるなーっていうの、血行が良くなってるなっていうのがすごいわかる。あー気持ちいい超気持ちいい。OK、したらこの次が私がやるのが目です。で目はこのなんだろう、お兄さん指とお母さん指をこういう感じでスライドさせていくんだけど、回し方はインしてアウト、インアウト、インアウト、インアウト、この反対だと多分こうシワを持ってきちゃうのね。でシワは伸ばしたいんですよ、今マッサージしている上で。なんでシワをこうクリエイトしないように、インアウト、インアウト、でここあるじゃないですか、ここにまたツボがあるから、それを押し付ける感じで、わかる、こういう感じでね、押してアウト。なんか私今年ぐらいに入ってから目のこの下、たまにこっちにもできるんだけど、ぷくってっていう感じの、なんかね、なんかぷくって虫刺されみたいのができることが頻繁にあるんですよ。午後の夜ぐらいになるとボコってできてて、鏡見て、何これっていうのが多かったんだけど、いろいろ調べてみたら、ウォーターバッグらしくって、なんか多分疲れとかでのその溜まっちゃったものかな、まあ寝て起きるとなくなってるんだけどね、それを流すような感じでこうやってやる。でそのウォーターバッグができるとこれやるじゃないですか、そうするとねなくなるんだよ。だからもしあの経験のある方、この 目をこうやってマッサージするの、ウォーターバッグできたらこうやってマッサージしてあげるとなくなりますよ、おすすめね。こうやって、これが目のマッサージです。でしたら今度ここのさ目の部分がこう下がってこないようにね、上げる感じでここをちょっとこう引っ張る感じ、
この引っ張ってる時にここの髪の毛の内側にもツボがあるのね。だからそれをこう押してあげる感じで、この超気持ち悪いけど、この頭の中のツボ押してる感じでやるとすっごい気持ち悪いけど、こういう感じで、こうガチャ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 引っ張る、ツボを押す、ね、下がらない、上がれ、ツボを押す、ガサ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 、 OK。 したら次、ここに私ね、こうやって昔からやる癖があって、眉間にここにシワがあるわけなんですよ。で、それは嫌だから、それをなくすためにですね、やっていただきたいのがこれ。これね、学校で習ったの、名前何だったか忘れたけど、こういう風にやってこの眉間のシマの部分をなくなれって言ってやってあげるわけです。 OK ですか。で、私はこれをこうやってやりながら、今度上に行って、このシマあるじゃないですか、これをこうやって伸ばす感じで、やっていくわけですよ。で、これをしてるとね、ここぐらいまで来ると、あれ、なんか手にボロボロなんかついてきたってなるんですよ。それは何かっていうと、あの毛穴の詰まった汚れ、あの油が固まったやつがポロポロ出てくるのね。行ったり来たりしてあげます。で、指でこういう風に、要はこういう線ができちゃうわけじゃないですか。なんでこういう風に指で伸ばしてあげるのも OK。 あとここにもツボがあるから、こうやって押してあげて、またこの2個のやつね、骨でこうやって押してあげるじゃん、鼻の横で。したらそのままこれをこういう感じの持ってきて上にあります。これすっごい気持ちいいから、私効く、顔小さくなる。これをもう何回もなんかテレビ見てたりとかするとやってます。この押し使ってる部分はここですよ、こことここ、あ、そうだね、ここだね、ここ、この部分で押し上げてってる感じ、このシェイクボーンの部分。昔私の友達が教えてくれたのは、ここの、耳の横のチーク、ここ来るじゃないですか、ここまで来たらこうやってゴリ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 ってやるんだって。で、そうするとここに溜まっている悪いものが流れて、顔がキュッキュッってなるよって言ってくれて、だからこれもおすすめ、皆さん。 OK。 これやりやすいよね。わー、気持ちいい。 OK。 そしたら首流してね、リンパがあるとこはこの耳の後ろ、耳のこの下の部分だから、こういう感じで下ろしてって、あー、気持ちいい。あとは多分マッサージっていうと、こうやってこう上に上げていくよとかってあると思うけど、本当にこれもそうで、こうやってゆっくりと、こんな感じ。私はこんな感じでマッサージしてます。他にも多分いろんなやり方が調べれば出てくると思うけど、私はこんな感じでフェイシャルしてます。そしたらもう顔も結構あったかくって、リンパがこうすごい通ってる感じがして、なんか本当にホテホテしてる感じなんで、顔を洗っていきます。ですね、私が見せたいのはこの2つなんですけど、
この外出禁止令が出てからもうその時に自分の洗顔がもうなくなってたから買いに行かなきゃと思ってたんだけども、お店が全体的に閉まり始めてて閉まっちゃってて、で自分の洗顔を買いに行くことができなかったんですね。なんでセフォラでこれをオーダーしたんですよ。これはデーマロジカっていうところから出てるスペシャルクレンジングジェルなんだけど、これをオーダーしたんです。で来るのに結構時間がかかって、で来たと思ったらまあ要は物はうちに届きましたよってなったんですけど、物がなかったんですよ。多分、誰かに取られちゃったか、まあそんな感じで、まあそのセフォラに連絡して、まあ結局私のところに届いてないっていうん でまたそれで送ってくれたんだけど、1ヶ月半ぐらいかかってやっと自分の手元に届いたんですね。なんで、これがなかった間私はこれを使ってました。これはターゲットで手に入れたんだけども、結構良かったです。おすすめ。グルテンフリーらしくって、まあビーガンだし、あと、まあ、ローズっていうのが気になって買ったんだけど、まあ、昆布茶から、昆布茶が入っているものらしいです。で、あれなんだっけ、オールスキンタイプだからどの肌質の人にも大丈夫ってやつなんで、なんか自分の使っているこの変わらうやつちょっと値段落としたいなとかいう人はちょっとこれ試してみるといいかもしれないです。私おーよかったと思って、なんでこれを買ってなかったらこれをまた買い足したかもっていう感じなぐらい、おーいいじゃんっていう感じなんだけど、日本とアメリカのクレンジングの違いがですね、日本は泡で洗うっていうのが基本的じゃないですか。アメリカはこれをこのまま手に出したらこうやって泡立てる仕事はしないまま、ちょっと手に伸ばしたら顔に持っていくっていう感じなんですよ。だから結構、私も昔そうだったんだけども、自分が使っているあの洗顔をこうやって泡立てようと思ってもなかなか泡立たない、なんでみたいな。でちょっと泡立ったので顔洗ったりとかしてたんだけども、まあ、全然泡立つものがあれば泡で洗うっていう感じでいいんだけど、アメリカに売られているそのクレンジングのものは結構泡立たない、泡立てるのを目的として洗うのではないっていうのかな。これもそうだけど全然泡立たないし、もうそのまま顔に直接こうやってマッサージしていく感じになります。なんで、まあ、私はこれを使っていこうと思いますね。デーマロジカもアニマルテスティングしてないブランドですごくおすすめです。これはちょっと今ワンポンプ出したんだけど、私が美容の学校行ってた時に学校で使ってたやつですごい良かったから使ってます。そしたらこれをこういう感じで伸ばしてるじゃない、そしたら顔にのせていきますよ。なんか洗面所じゃないから変な感じなるべく頑張りますからね。まあ普段やってるみたいに今こうやってマッサージしてるんだけど、ここでフォーカスしたいのは、自分の肌がよくここら辺荒れるなみたいなところがあれば、そこをこう結構念入りにクレンジングしてあげて、まあ、私は結構鼻の周りとかが気になるから、鼻をこうやって何回もマッサージしてあげる。このコクとかね、この際とかね、こう何回もくるくるしながら、もうリフトを意識しながらお掃除していく感じで、この時にあの髪の毛の生え際もこうなんていうのかな、本当にガサガサ毛の中入っていく感じでやっていきますよ。っていうかさ、ちょっと水必要になってきましたから、ちょっと水必要だからね私今まあだけど、まあ、こういう感じでお掃除していきます。あと眉毛ね、眉毛、髪の毛を洗うときに頭皮をこうやって洗ってあげるように眉毛も洗ってあげる。で目の方もこういう感じで優しく洗ってあげます。 OK、 ちょっとじゃあ乾いてきたんだけど、お水洗ってきますね。今日は見せる目的だからね、ちょっと変だけどやっていきますよ。 OK、
次のステップは角質を落としていきます。私が使ってるやつがですね、もう恥ずかしいんだけどこんな小さくなってしまってまして、でもまだまだあるから使っているやつです。これもね、デンマロジカのやつなんだけど、てか使ってるやつみんな下のディスクリプションボックスのところに貼っておきますね。名前がモルティバイタミン、ヨメン、全部取れちゃってるからちょっと読めないけど、下の方はぜひチェックしてください。エクスフォーリエントしていきます。商品の名前で探すって言ったらエクスフォーリエントって書かれてるものを次使います。 OK、 なんで角質を取っていくんだけどね、やる場所、私が今ここでやってるのは全然ちょっとおすすめじゃないんだけど、例えばシャワールームのシャワーですごいモイストされている中でやったりとか、あとそのシャワー浴びた後の浴びた直前とか、そういった時顔がすごいしっとりしててモイストされてるような状態で、毛穴が広がっている状態でやるのが一番おすすめです。 OK、 今洗顔して顔が綺麗な状態なんだけど乾いてるから、ちょっとお水で顔をスプレーしてやっていこうと思いますね。そしたらこれ出てきた、これね、この私が使ってるの何がいいかって、老化防止、こう指で伸ばすじゃないですか。そしたらもうね、こうやった状態で今すごいあったかくなるんですよ、あったかいの。OK、毛穴が気になるところに塗っていきますね。あと顔全体的にもやっていくんだけど、私はこのここら辺、このこことやっていきますね。で、角質を取るのは本当に定期的にやるべきで、いちごパナとか言うじゃないですか、ああいうのとかもこれを定期的にやっているとベッターになります、良くなります。ただこうやってマッサージしていくじゃないですか、一応ザラザラしたものを顔にこうやってマッサージしてるから、お肌がもう結構なんていうのかな、荒れてる人とかすごい敏感な人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。すぐ傷つけちゃうかもしれないので、私は特に鼻の周りにこうやってやっていきますよ。あとこの毛穴が気になるところ、顔全体的にこうくるくるしてマッサージしていく感じでやります。これをやるとやらないと全然違う、すっごいおすすめ。この私が使っている商品もおすすめだけど、こうやって角質を取るっていうのを普段のこのフェイシャル、自分がね、フェイシャルやる上でこう絶対に加えてあげるとすごくいいです。やっぱり毎日やるものではないですね。やっぱりそれなりにこうザラザラしたものは肌にこうやってマッサージしているわけだから、毎日やるとどんなに敏感じゃない人でもやっぱりお肌はあんまり好きくないと思うから、1週間に1回とかかな、おすすめです。あ、これやるときはちなみに目の周りはやらないです。目の周りは体の中で一番薄い皮膚なんですよ。なんでそこにこれでわーってやっちゃうのは良くないから、目の周りは全然触らないです。OK、 このまぶたとか目の下ね。 OK、 そしたらこれも流してきますね。 OK、 そしたら次にフェイシャルマスクをしていきます。日本では結構こう顔にパッてつけるやつが主流だと思うんだけど、アメリカはこういう感じの、なんていうのかな、顔に塗るタイプをしている方が多いです。で、指で取って伸ばすのも OK だけど、ブラシで取ってやっている人もいますね。まあブラシでやるのが基本的にはおすすめです。ではやっていきましょう。私が持ってるのはこのマリオバデスクのやつ2つあるんだけど、まあ、このフラワー&トニックマスクの方にしようかな。これを顔全体に塗っていきます。ちょっとこんな感じだから指でのせていきますね。
これを塗る時のポイントはその本当に毛穴がこう開いててお肌がもちもちしているような状態の時にやるのがいいから、湿度が高いところっていうのかな、お風呂とかお風呂上がりとかそういう時にやるのがおすすめです。このマスクに関してはあれですよ、これも目の周りにはつけないで、多分フェイシャル、ほらあの日本のさ主流のこう顔につけるやつあるじゃないですか、それとこれどう違うんだって多分もしかしたら質問で聞かれるかもしれないと思って今言うんだけど、こっちの方がやっぱり顔に密着するじゃないですか、顔に直接つけてるから、まあ、そういった部分でいいんじゃないかなとは思うけども、日本のあれはさ本当につけたい時に朝はいピュッてつけてなんかしながらねつけてでピュッと取ってって結構簡単だから、そういった意味ではあれはすごいなんていうのかな、デイリー的に使えるというかね、やりたい時にこうポッとつけられるから、そういった意味ではすごいやりやすいんじゃないかなと思うけども、まあ、私はこういう例で習ったから学校でなんで、まあ、これを使ってます。だけどこういう感じで塗って、そうだね、お風呂の中に入ってる時とかの方がおすすめだけど、これでこの、まあ、これに書かれてるのだと15分から20分待てって書かれてるね、まあまあそうだね、そんぐらい待って、でそしたらぬるま湯で洗ってでスキンケアをしていきます。 OK? 15分待つよ。見て、乾いてきた。なんか泥マスクみたいな。見て、乾いてきた。よし、上がってこよう。あー気持ちいい。流してきました。超気持ちいい。そしたら、スキンケアをしていこうと思います。まず一番初めに、スキンケアするのは何をのせるかというと化粧水なんです。化粧水、OK? で、私が使っているのはこのローズウォーター&グリセリン。結構何年も何年も使ってるやつだから私が見せて驚きはないと思うんですけど、これを顔にスプレーしていきます。もちろん叩いて入れましょう。なんか日本ってこうやって叩いて入れていくみたいなあるじゃないですか。私もこんな感じでパパパパパー入ってけってやります。次にのせるものはアイクリームです。で、私がまたこの外出禁止令があってアイクリームを使ったやつがなくなっちゃって、それでターゲットに走ってって買ったのがこれなんだけども、普段はこれを使ってました。これこのバナナクリームを使ってた。で、私がこれを好きなところはアイクリームを買うときに気をつけてるのがビタミン C 入りのやつを買っているんだけども、これはすごい厚みがあって、こうのせた時にちゃんとしっかりこう乗っかってる感じが、しっかりこう厚みがあって、あーティックでいいなっていう感じ、リッチですごい好きだったんですね。なんだけど、まあ、これ結構プライシーなんですよ。セフォラで売ってるんですけど、でその外出禁止令が出てセフォラで買えない、どうしよう今必要ってなってターゲットで走ってってこれ買ったんだけど、これもビタミン C が入ってるやつで、
ブリスっていうブランドのやつなんだけど、見た目ちょもうちょっと似てるじゃないですか。でこれもビタミン C が入ってて、違いはまあこっちの方が薄付きだっていうのはあるんだけども、でも全然 OK、 全然 OK。 こういう感じで目の下こうやってちょっと上の方まで持っていく感じにのせます私は。でまぶたの上ももちろんのせるんだけど、私がね昔習ったリアーナのメイクアップアーティストのクリスナ・オノさんっていう方があるんだけど、彼女が言ってたんだけどね、彼女がケイティ・ペリーのメイクアップをするときにケイティ・ペリーのお家にまで行ってメイクしたんだけど、結構クレイジーな時間帯に行ったらしいんですよ。夜とかだったかな、朝早かったからなんか時間忘れたけど、結構クレイジーな時間帯に行ってとか言って、ケイティ・ペリーはもうしっかりと目の下にすごい厚みのあるアイクリームをのせててとか言って、だからやっぱりあの人一生年取らないとか言ってたから、まあ、目の下しっかりアイクリームのせるのはすごい大事だし、やっぱりその顔の中でも一番皮膚が薄いところって言われてるから、なんか例えば体になんかね症状があった時とか多分出やすいと思うんですよ。ほら寝てなかったらクマができるとか言うじゃないですか、結構目立ちやすいところだから、私はものすごいクマに悩まされたこともないし、ここの目のシワに悩まされたこともないんだけども、重要視してケアするところだと思ってるから、まあそういうと、なんていうんですか、そういうシワがものすごくできてからアイクリーム始めるっていうよりかは、ね、早めに始めた方がいいと思うから、20代の前半であってもアイクリーム今必要ないと思ってても、でもおすすめです、やるのが。でそしたら次に美容液ですね、セラムいきます。私がいつも使ってるのはこのキールズのやつなんだけど、これもビタミン C が入ってて、でヒアルロン酸も入ってるやつです。でですね、あそうだ、これもね全然結構入ってないのよ、だからここを開けてですね、この周りのを使ってるんだわ、こういう感じでこうやって使ってんのなんですけどね、皆さん美容クリームっていうのは量が少ないじゃないですか、普段売られてるのね。でめちゃくちゃ高いでしょ。なんでかっていうとさ、保湿クリームとかトナーとかああいう感じで顔にバッサーって使わなくていいんですよね。もうこの小さい量でものすごくパワーのあるものだから、だから使うときは少量でいいんですよね。でそれをこの指の柔らかい、このお母さん指が一番柔らかいと言われてますが、この柔らかいお母さん指でこう叩くように入れてってあげると、ね、ハイライト入れてるみたいな。私がなんでここに入れてるかっていうと、ここにシワがあるんですよ。あ、シワじゃないや、なんだっけ、シミがあるのね。なんだけどこの美容液使ってたらこっちは薄くなってきました、こっちは。なんだけどね、ここに似たような部分にもう一個シミがあって、こっちはねあんまり色が薄くなってきたなみたいな、こっちの印象で感じたのはないんだけども、まあここにもね、この頬の高いところにもうこっちはもう なくなっちゃったようなもんだから、そうもうねえやね、ないんだけど、まあこの予備軍とかもしあるんだろうは嫌だから、肌の下からだからまあ塗ってるんですね。でこっちにもこういう感じで入れていって、であとこのシワの部分もう嫌だからこれを入れていきます。なんで例えばこのここのほうれい線がものすごく気になる人とかはそうやって入れていくといいと思うし、あとシミとかで悩んでる人はここに美容液を叩き込んであげるね。まあその美容液の仕事にもよるけど、私が持ってるやつはそのシミとシワにいい、ビタミン C ってそうだから、だからまあそういう感じでのせてったっていう感じですけど、はい OK 次に何をのせるかっていうと、モイストライザーなんだよ、保湿クリームで、私が使ってるのがこれです。でこれもこの子と一緒に来るはずだったんだけど、1ヶ月半ぐらいも来てくれてなかったんですよ。
なんでそれのリプレイスとして使っていたのがこれですね。これもターゲットで買ったんだけど、バーシードっていうブランドのやつかな。名前呼び方は分かんないんだけど、スキンソークリッチモイスチャークリームって書かれてますね。アニマルテスティングしてなかった、まあ、これもそうだけどね、アニマルテスティングしてなかったっていうのもそうなんだけど、まあ、レビューが良かったんですよ。だから使ってたのね。もうないんだけど見せようと思って撮っておきました。だけどすごいリッチで厚みがあって全然お肌にも問題なかったし、全然リプレイスとして使えたからおすすめです。これもターゲットで買えるから、値段はそのセフォラとかの比べるとちょっと安めなんだけど、でも一つだけうんっていう思うところがあるとしたら、量が少なめだったかなっていうのがちょっとうんって感じだけど、でも全然商品的にはすごい良かったです。だけど私が使ってるのはこれですよ。超大きいでしょこれ。なんだけどこれすごく保湿力高いんですよ。たまにちょっと高すぎるんじゃないかなって思うぐらいなんだけど、そう保湿力高い。だから人によってはもしかしたらナイトクリームみたいな感じで使ってもいいんじゃないかなと思って、なんで私はこれをね好んで使ってるかっていうと、値段が結構安めなんですよ。だからもうね年齢的に保湿いっぱいしたいわけですよ。32歳、保湿いっぱいしたいね。だけど高いモイスチュライザーを買っていっぱい、ほら1日に2回ねスキンケアするんだけども、たくさんの量を使って保湿したいんだけど、でも高いモイスチュライザーだと何回もね買い足さないといけないわけじゃないですか。だけどこの子は値段の割にいい仕事するし、アニマルテスティングしてないし、大きいのも売ってたし、だから、まあ、要はいっぱい使えるじゃんってことで、安いんだけどいい仕事してくれるから、それだからこのモイストライザーを使ってます。だから私が思うにですね、保湿クリームはちょっと値段を落としてお手頃な、まあ、自分の肌に合うものでいいんじゃないかなと思います。美容液に関してはちょっとお金を歯ブラスなんていうんだっけ、ちょっとお金をね払って高めのやつを選ぶのをおすすめします。特に年齢が30代以上の上の人とかは美容液いいの使ってもらって、保湿クリームは結構こうたくさん使って保湿できるやつを使うのがいいんじゃないかなと私は個人的に思います。今保湿クリーム終わったから、まあ、これで大体終わりなんだけども、例えば外に出るっていう時はこの後に、まあ、日焼け止め塗ります。私最近ちょっとニキビがトントントンとできてきてますですね。でその、ニキビケアもちょっと紹介しようと思います。待ってて。私がニキビケアでおすすめなのがティーチュリーオイルです。ティーチュリーオイルで、これを綿棒で取ってニキビのあるところに、このモイスチュライザーが終わった後ねに点点点点と乗せていく。 OK、 なんでモイスチュライザーが終わった後かというと、これ結構強い力のあるオイルなんですね。なんでその毛穴に溜まったものとかを殺してくれる、バイ菌とかを殺してくれるっていう意味で強いオイルなんだけど、例えばこれをね化粧水塗った後とかに塗って、でモイスチュライザーの上から塗っていくと顔全体にバーってこう伸ばしていく感じになるんですよ。で痛いからね、ピリピリっとして痛かったりするから、そう、 そういった意味で一番最後で、もしに朝なんであれば、これでちょっとこうやって乾かして本当に乾いて落ち着いたら日焼け止め塗ってます。じゃないとこう顔全体に伸ばす感じがして痛くなっちゃうから、そう、まあ、こんな感じ。これで私のスキンケアは終わりです。どうだったでしょうか。私の肌は今ベストなコンディションではないんですけども、誰かさんの役に立てたらとても嬉しいです。ああ私知ってるよとか
そんなのあったのとか、多分いろいろあったと思うけど、誰かさんの役に立てたらとても嬉しいです。このビデオ気に入ってくれた方がいたら、ぜひ LIKE を押してくださいね。コメントもぜひ待ってます。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。